はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ突然ですが皆さん、一番遊戯王界で強いフィールド魔法って何だと思います？まあ諸説あるんですけど、僕はね、オーケロン眠る谷ネックロバレーだと思うんですよね。このカードクソ強いじゃないですか。なんかメタ性能として、環境メタ性能として、フィールドの墓守モンスターの打点が攻守がね、500アップするっていうのはどうでもいいんだけど、このカードがフィールドゾーンに存在する限り、お互いに墓地のカードを除外できず、墓地のカードを呼び効果無効化され適用されないとかいう、なんかやばいテキスト書いてあるんですよ。まあ、このネクロバレーを、まあ、有効活用できるデッキって何かっていうと、もうそれはもちろんね、墓守デッキなんですよ。で、今回はこの墓守デッキを作ってきました。はい。墓守って何をするかっていう話なんですけども、もうマジでネクロバレー貼ってビートするデッキなんですよ。基本的には。で、まあ、どうやってこのネクロバレーを、まあ、貼るかっていう話なんですけどね、ものすごいたくさんのネクロバレーをサーチする方法を持っていまして、墓守っていうのは。まずですね、まあ、モンスターから説明していくんですけども、この司令官っていうね、こいつが手札からぶん投げるとネクロバレーを持ってこれます。で、まあ、このモンスターを持ってくる、このネクロバレーの玉座っていうカードもありますわな。デッキから墓守モンスター手札に加えるっていうね。それから、まあ、テラフォーミングもありますんで、全部で、10枚体制ですね。ネクロバレーが10枚入ってると、デッキの中に。やばいですね。で、さらに、このネクロバレーを強化するカードとして、これがあるんですよ。墓守の異能者。今ね、魔法トラップを破壊するカードってたくさんあって、例えばライトニングストームとか、まあ、モンスター効果とかでもそうだし、まあ、ライトニングストーム、ハーピーの羽根暴起あたりが全部、魔法トラップカードを破壊するカードだと思うんですけども、この墓守の異能者っていうモンスターがいるとですね、フィールドに大きな眠る谷にネクロバレーが存在する限り、このカードと自分のフィールドゾーンのカードは効果で破壊されないっていうやばすぎる体制があるわけですよ。だから、もうね、今日はね、もうね、やること1個だけ。ネクロバレー貼って、墓守の異能者出してドヤ顔する以上。これで、結構勝てます。環境デッキに対しても。やっぱね、墓地利用しないテーマあんまないんですよね。で、しかもやっぱ、展開の途中で墓地利用するテーマってたくさんあって、そういうデッキにこのカードめっちゃ刺さるんで、もう環境に刺さってるって言っても過言じゃないですよね。で、さらにね、墓守っていろんな妨害カードありまして、マジで性格悪いんですけど、墓守って。まずですね、このネクロバレーの祭典ね。このフィールド上に、墓守がいて、で、ネクロバレーがあると、墓守以外のモンスター、特殊召喚ができないと。だから、その墓守以外、バニティスペースっていうのができるんですよ。これやばいでしょ。で、さらにこれ、王家の生贄。これ自分のフィールド上にネクロバレーが存在すると、お互いの手札のモンスター全部捨てると。これやばいんですよ。これ一番上振れた展開する、紹介しておくと、まずですね、墓守の異能者を出しましょう。で、ネクロバレー貼りまして、で、祭典発動して、生贄発動して、相手の手札のカードを全部捨てさせる以上です。これが、マジ最強ムーブ。これをやりたい、今日はね。で、展開サポートするカードをいくつか入ってまして、まずこの、墓守の異能者を出していかないといけないんで、まずね、霊術師ですね。こいつは、融合内蔵しまして、フィールド手札から墓守モンスターを素材にして融合できるんで、で、これで、この異能者を出すことができますと。で、それから、この侵食、こいつは墓地から墓守モンスターレベル4のね、モンスター特殊召喚できるんですけども、これで異能者とかを特殊召喚して、で、2体でアナコンダ出して、で、アナコンダの効果で、このマジカライズフュージョンをコピーすると、異能者が出せますという感じですね。で、マジカライズフュージョンの効果が、墓地または、フィールドから魔法使い族モンスターの融合素材を除外して融合するっていう効果なんで、これネクロバレー発動する、した後に発動することはできないんで、先に発動してからネクロバレーを貼るっていうようにしてください。展開途中でね。はい。で、あと、まあ、アナコンダを出すように、まあ、横並べるのちょっと大変なんですよ。墓守って展開力ないんでね。まあ、一応玉座が一応召喚権増えるから、玉座を使うっていうパターンがあるんですけども、まあ、それやってるとちょっとサーチが入んなくなっちゃうので、このマジシャンソウルズっていうね、このモンスターを特殊召喚して、で、しかも墓地にね、レベル6以上の、これ、レベル6以上の魔法使いモンスターを墓地をくれるんで、で、しかも自分特殊召喚できるんで、これで、まあ、祈祷師とかを墓地を送って、こいつ特殊召喚して、で、場に通常召喚したなんか誰かの、墓守と一緒にアナコンダ出して、で、アナコンダでマジカルスピーションみたいな。感じの動きが、霊術師を絡めなくても融合できる人なんですね。で、まあ、この辺の汎用カードは、まあ、普通に入ってるっていうのと、あとこの、ゴードンですね。
まあ、これ正直やっぱコンボパーツがめっちゃ多いんですよ、墓守。まあ、このこいつを出すプラスこいつを貼るっていうのに結構カードを使うので、まあ、ドローソースはやっぱなんかないとちょっときついなと思ってこれ入れました。まあちょっと先行制圧したいデッキなので、増殖する G というよりかはまあうららの方がいいかなっていう感じなのと、あと手札誘発をケアするための墓穴、それから、墓地の墓守何でも蘇生できる、恒例の儀式、これは1回融合してやられてしまった異能者とか、怪獣とかね、怪獣食らった後 の、 異能者とかも蘇生できるので結構強いっていうのと、あと、ネクロバリの神殿っていう効果で、こいつ、打点がね、墓守相手フィールド上のモンスターの攻守、が500ダウンするっていうのと、こいつが破壊されるとなんかネクロバレ、系のカードをセットできるっていうのと、あと自分相手のメインフェーズに、手札を墓地からネクロバレーを発動するよっていう、まあ、要は最悪除去られてもなんとかなるみたいな感じですね。ユニコーンとかでネクロバレーを除去られてもこいつをリバースしてもう一回張り直すみたいなこともできるという感じですね。でですね、エクストラモンスターなんですけども、マジでほぼ使いません。もうほんとこれだけです。ほとんど墓守の異能者しか出さないから、あんまり別にどれでもいいんだけど出すのね。まあ、一応出せそうなモンスターをいくつか入れときましたっていう感じですね。もうほとんど出したことない。この異能者と、まあ、ネックロ、ベルトアネコンダくらいなもんで、まあ、あとはほんとお好みで、ここだから合金とかにしてもいいと思う。ドローソース、まあ、じゃあ合金するとその異能者が2枚飛んでいくとかあるかもしれないから、ちょっと嫌だから僕は合同にしてるんですけども、まあ、合金でもワンチャンあるかなとは思いますね。はい、早速ね、このネクロバレープラス異能者の盤面がどんぐらい強いかっていうのを皆さんにお見せしていきたいと思います。デュエルスタート。さあ、ネクロバレーとかいう最強カードでお前に泡吹かしてやるぜ。まずはマジシャンズソウルズの効果。自分を特殊召喚するぜ。自分を特殊召喚する方を選択し、何もないな。ファールウララなし。なるほど。じゃあテラフォーミング通りますかね。これ通りますね。これまあ順番どっちでもいいな。侵食召喚でテラフォーミング発動。テラフォーミング効果でフィールド魔法カード、世界を終わらせるフィールド魔法カード、大きな眠たにネクロバレーを手札に加えてしまうぜ。そして2体のモンスターでリンク召喚をさせてもらおう。行くぜ。俺は効果モンスター2体でリンク召喚現れよ。プレデタープランツベルテアナコンダ。そしてベルテアナコンダの恐るべきモンスター効果を発動。ベルテアナコンダの効果により2000ライフポイントもの大ダメージを自分が受けて、マジカルディフュージョンを墓地に送り、墓地で存在する墓守モンスターの魂を冥界より除外し現れろ。墓守の異能者異能忠敬ドーン。召喚条件はちなみに墓守モンスターみたい、非常に緩いですね。そして墓守の異能者の効果を発動。さあ、墓守の異能者の効果によってエンドフェーズ時何らかのカードを採取するぜ。そしてネクロバリの祭典を発動。さあ、お前は墓守以外のモンスターを特殊召喚できない。終わったな。完全に勝った、完全に勝ち。これは勝った。 100% 100億%勝ちました。はい、相手はもう墓守モンスターしか特殊召喚できないし、墓地から特殊召喚できないですし、やばいです。相手多分これもう死んでます。ネプトアビスはもう全然いいですよ。はい、あれわけ何ちょっとやばい。まあでも言うて展開力がなければあれなんですよね。ネクロバレーは、破壊されません。異能者の効果でネクロバレーが破壊されませんし、で異能者の効果で異能者も破壊されません。だからなんかその海洋でいうところのいわゆるそのまあ重装兵とかああいう効果では破壊されないんですけども、シンプルにここで一番やばいのはチューナーモンスターかなんかを持ってこられて、あやばいですね。あ、これハリファイバーはやばいですね。普通にこれハリファイバー出せるんですよね。これね、このハリファイバーからの重装兵は別にどうでもいいわ。重装兵はやばい。ハリファイバーからのアクセスコールトーカーで打点抜かれますね。これおかしいな。 100% 勝てると思ったんだが。あれ全然やばい、全然やばいよこれ。普通にやばい。終わったかもしれねえ。
やっばパリファイバーですよねこれ。あー終わりましたね終わりましたね。アクセスコールトーカーだけ本当にやめてほしいと思いながらちょっとデュエルしてるんですけど、アクセスコールトーカー打点で抜いてくるんですよね、まあ、展開できないから普通はこんなってボッチーから蘇生しなんかしないで展開してくると思わんやん。マジやばすぎでしょ。えそこで何ドリンクドラッグマユニオン、え大丈夫なんだけど、それはおテキスト読め、おテキスト読め、おいテキスト読め、破壊されねえんだよネクロバレーがあるから、おテキスト読め、うわあなあテキスト読まないかデュエリストよ。まあデュエリストはテキスト読まねえか。さあハンドはなかなかかな、まあ、ちょっと先行取られてるからちょっと若干あれだけど、まあ、高校だとねちょっとやっぱ展開されきってるんで基本的に自分の、 あの展開が通んないことが結構あって、エルシャドールフュージョンね、オッケー。まあ1回しか特殊召喚できないとかいう ゲロヤバモンスター来ると結構やばいですけどね。ああやばいねまあでもマジカライズフュージョンでなんか頑張ってなんとかできないかな。だからな特殊召喚1回しかできないときついんだよな。あでも一応あれですね、捨ててから召喚して、特殊召喚せずにマジカライズフュージョン打てばいけるわ。ギリ耐えてる。エルチャドール、ミドラーシュでもギリギリ一応特殊召喚は1回しかしなくてなんとかなりそう。捨ててネクロバレー持ってきてで、侵食召喚で、マジカライズ打てばいいから、マジカライズすり気が効いてんな。はい OK でシャトルドラゴンもセットかな。はいはい OK ですよ。 OK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 。 いや一応耐えてる。ああなるほど一応耐えてる。まあさすがにまずはゴードンから打ちましょう。さあ強欲な強欲なつもの効果を発動、10枚除外して2枚ドロー。ああうらら来た。ああまあハンド的には強いけどちょっとなんかあのバック怖えな。バックは怖え。まあとりあえず司令官は発動するで、ネクロバレー持ってきたいんだけどなんかある。ここ別にうらら止められてもいいや。止めないのか。なるほど。でまず召喚して先にさっき召喚するじゃないですか。で召喚成功時効果はもう破棄。これで特殊召喚しちゃうとミドラーシュの効果破棄かかっちゃって融合できないから、これ破棄。この効果は破棄します。あんまりやんないですけどね、この効果を破棄するっていう行為。そして、ね、マジカライズフュージョンを発動。マジカライズフュージョンの効果により俺はフィールド上または墓地で存在するモンスターをゲームから除外することにより墓守モンスター2体で融合召喚。現れよ墓守の異能者。そして墓守の異能者の効果を発動するがよろしいか。その前にまずはネクロバレ貼ろう。さあこれでお前は墓地からカードを除外することはできず、墓地へ及ぶ効果は無効化される。つまり墓地からカードを移動することはできないぜ。さあ異能者の効果によりこのエンドフェイスに何らかのカードをサーチするという効果を持っている。そしてまあヨクザ発動したっていうか、ヨクザ発動でノンスターテクナに加えます。どうしよっかな。ここなんでもいいけど、破壊するモンスターか融合するモンスターかって言われて融合するモンスターの方がいいか。多分次の後続のために一応これ持ってきておいた方がいいですね。でバトルフェーズに移行するぜ。ミドラーシュの効果はちなみにネクロバレンの効果で無効になっているぜ。カードが回収できると思ってるんだったらその考えを改めた方がいいぜ。いくぜ。イノー・タラタカによる攻撃、日本全土測量パンチ。よし。さあ効果発動ってか。残念だったな、その効果は無効になっているぜ。ネクロバレー の効果読むんだな。さあエンドフェーズ、これはね一回ね特殊召喚無効カード持ってくればいいんじゃない。これで世界を終わらせられるっしょ。これこの祭殿っていう最強のその永続魔法の効果で相手は墓守以外の、モンスター特殊ができないっていうマジでやべえ縛りがつくんで。で、ドラゴンの効果で、ドラゴンって確か魔法トラップ破壊するんだよね。あ、ちげえわ。リバースしたら相手フィールドのカード、あ、そう、破壊か。OK。あ、戻すの？いや、戻すはやばい。やべえ、破壊だと思ってた。やばい。戻すはやばい。シンプル戻しはやばい。マジ？いや、まあでも、後続持ってきておいたから、ギリもう一回。融合できるから、まあこいつに絞られてもギリ耐えるな。
なるほど、エルシャドールフュージョン、はい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 、いいでしょう。エルシャドールフュージョンの効果でもう一回融合してくる、はいはい、いいですよ。で誰ですか、またミドラ足ですか。ミドラ足出てきすぎだろ、ミドラ足出てきすぎ問題で、それは何ですか。デッキからシャドールヘッジオクリアのシャドールモンスターいった手札に加える、それ全然無理ですね。さあ、ハルウララの効果発動、ハルウララの効果によってお前の手札に加える効果を無効化させてもらう。バリ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 、よし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 、耐えてる耐えてる耐えてるぞ。何、グラビティコントローラー来た、グラコン来た。グラコンはなんかあれだっけ、戦闘で破壊されないみたいな。メインモンスターゾーンのモンスターの戦闘だからじゃない、オッケーです、いいですよ。エクストラモンスターゾーンとのモンスターの戦闘する場合はなんか戻すんだよね、バウンスんだよね。あー全然いいですよ。バトル、え、なんで殴ってきた、血迷ったか、血迷ったか。これサンドバッグだぞ今お前、今お前サンドバッグやぞ。効果勘違いしたから、エクストラモンスターゾーンじゃないですよ、そこはメインモンスターゾーンですよ。自分のカードのテキストを把握しましょうね。さあ俺のターン、よし、だな、まあ、とりあえず墓守の異能者の効果を発動しておくぜ。そしてネクロバレーを発動、さらに俺は墓守の霊術師を召喚、墓守の霊術師たる効果を発動。このカードの効果により手札と自身で融合することができるぜ。現れよ異能たたたか2匹目ズーン。そして祭殿を発動し、お前は特殊召喚することは持っていけない。残念だったな、墓守モンスター以外のモンスターは特殊召喚できないぜ。終わったな。お前のライフは残り800。そして場にはサンドバックモンスターが立っている。さあどうする、残念ながらそのモンスターをどかすしかないようだな。これきついだろ多分、これ相当きついと思うけどな。これ今どういう状態かっていうと、相手は墓地からカードを除外できない、でモンスターを特殊召喚する場合墓守しか出せない、で剣金まで切ったやつはどうでもいいわ。で今ネクロバレーと、異能者は効果では破壊されません。両方とも異能者の効果でね。異能者はネクロバレーが存在している場合、自身とネクロバレーを効果で破壊されなくするっていうなんか激ヤバ効果持ってるんですよね。はい、で打点が3200と3300ということで、もう相手完全に積んでおります。はい、この後2秒でサレンダーします。相手はおそらくね、全然サレンダーせんやん、ガメシール。そんなモンスターが出せると思っているのか。ネクロバレーの祭典のテキストをよく読むことだな。墓守と名のついたモンスター以外のモンスターを特殊召喚できないって書いてあるぜ。残念ながら君は手も足も出ないんだよ僕にね。さあドロン、侵食、お侵食きた、杖、まあ、でも殴ったら勝ちだろこれ。余計な展開はしねえ、ひと思いにぶっ殺してやる。シェードゥーン、墓守なめんなよ。対戦ありがとうございました。手札決まったら強いね、手札が決まったら強い。まあ手札決まんなかったら弱いのは、でもどのデッキでも言えるからな。司令官の効果を発動、司令官の効果によって、おネクロバレー通ります、マジっすか、ネクロバレー通っちゃったら世界終わりますよこれは。そうですね、一回侵食ちゃん、ちょっとあれですね、次の返しのターンのこと考えて取ってみますか。一回これ霊術師で、でネクロバレー貼って、であれですね、融合して、で返しのターンで侵食から動きましょう。そっちの方がいいと思うんだ俺は。そして墓守の霊術師の効果を発動、墓守の霊術師の効果により俺はなんか謎の、なんか謎のババアとババアとババアで融合召喚、現れよ伊能忠敬。よし、日本全土を測量していくぞ。そして日本全土測量パンチの効果発動、日本全土を測量したことによってなんかご褒美になんか謎の魔法カードをサーチすることができるぜ。これによって特殊化封じ持ってくる、これ特殊化封じ持ってくる説あるの、これ結構ある、ここ持ってくるか、まあ、次の回収なら動けるしな。相手がどんな動きするか分かんないから、何持ってくるか結構意外と恨みあるっていうね。このモンスターは軍隊ピラニア。そのモンスターは相手プレイヤーへの直接攻撃のダメージが倍になる効果、やばい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 ことしてきてる、かなりやばいことしてきてるよ。
ダイレクトタックできるようにした魔導士のお力、やばい今2000、やばい、何それ、サイコブレイド、何これ、100の倍数のライフを支払って、え、やばい、あ、え、はぁ、